はい、どうもめいチャンネルです。本日私はですね、名古屋は、こちら久屋大通りの方ね、今歩いておりまして、昨日7月1日開業のティアドオートグラフコレクションさんの方にお邪魔させていただいております。今日はね、2泊目ということで、お部屋をですね、1405の、ユーフォリアプレミアキングからですね、607号室の本日はジュニアスイートの方に移動してですね、2泊目、レビューしていきたいと思います。いやー、めちゃめちゃ暑い。今32度。ちょっとね、レイ君と散歩していきたいなと思います。行ってまいります。はい、ホテルの方に戻ってきまして、レイ君はね、またリンゴをゲットいたしました。私はね、マッチをいただきたいと思います。はい、レイ君用にバナナスムージーいただきました。どう、バナナうまい。はい、ということで、ね、今日は607号室でございますので、こちらのね、はい、プールがある階となっております。まだね、お部屋見てないので、607号室ね、見に行きたいと思います。ゴスってアンブーゴスじゃん。お、一番奥かしらね。新しいバージョンモンスター出たらアンブーゴスって。あ、ここからもね、直接フィットネスに行っていただくことができるんですね。はい、本日、あ、ここじゃない、ここ606、どっちだ、これかな、こっちかな。はい、こちら一番奥だ、607号室となります。これ非常口だな、こっちでしたね。はい、こっちです。はい、では入っていきましょう。お、カーテン開いてますね。はい、本日はこんな感じの、ジュニアスイートという感じです。パパ、次レモンとパイナップルだ。はい、パパ、次レモンとパイナップルだ。レモンとパイナップルだった。置いといて。レモンパイナップル。はい、こんな感じか。お手洗いね。はい、こんな感じでございます。なるほどですね。はい、では、お部屋のね、詳細を見ていきたいと思います。はい、ということで、本日のお部屋はですね、6階ですね、こちらプールとかがね、あるところ、ジムとかあるところのさらに奥のこの607号室となっております。はい、で、玄関入っていただいてですね、ここら辺ね、なんか収納がめちゃめちゃいっぱいあります。クローゼットとかですね、これがね、多分バトラーボックスなんですよ。はい、ここになんかアメニティとかね、持ってってもらって、ここにね、スイッチでお知らせするという感じです。なので、外からこのようにね、開けていただくこともね、できるという感じになっております。これがね、バトラーボックス付きという感じですね。はい。で、こちらが、はい、荷物置く台とか、アイロン台がございます。まあ、廊下がね、ちょっと長いんだよな。その分、ここをやっぱ収納にしてるっていう感じでしょうかね。で、クローゼット。はい、このようにね、荷物入れていただいております。シューブラシとか靴べらがあって、はい、このようにハンガーがございますという感じですね。で、下の方には、はい、セパレート式のね、昨日と同様のルームウェアがございます。そしてセキュリティボックス、セーフティボックスがございます。はい、で、スリッパとかランドリーバッグとかは同様ですね。はい。こんな感じ。ここのね、スペースがやっぱり非常に長いっていう感じですね。で、姿見のね、鏡がこのようにございますという感じです。で、奥進んでいただいて、エアコンのパネルとか、照明のね、スイッチ類がございまして、はい、ゴミ箱とミニバーのコーナーですね。はい、お水と、はい、こちらのように、ネスプレッソのポーションが4種類1個ずつで計4つ。ここはまあ変わらずといった感じでしょうかね。はい。ここら辺のね、
アクセサリーというか、装飾がちょっと変わってるっていう感じですね。茶器とかもね、基本的には変わらないですね。はい。で、こちら冷蔵庫、中身は一緒です。当然これは優勝となっております。はい。コーヒーカップとか、水のね、蓋であったりとか、はい。紅茶で。はい。で、電気ケトルとコップ、お皿。そして、ウイスキーとかね、お菓子類。で、こちらグラス類で。はい。まあ、大体、そう、揃ってるものは一緒ですね。で、こちらのね、ソファーがまたオレンジでね、いい感じですね。デイくんね、もうリンゴをね、ゲットしてますんでね。で、昨日とね、同じようにですね、ウェルカムスイーツいただいてまして、今回は羊羹ですけど、パイナップルとレモンに変わってますね。昨日スイカでしたね。はい。で、ここのソファーなんですけど、足元にね、このようにコンセント2箇所と、USB-C、そして USB-A が2箇所。で、ここ LAN ケーブルがね、ここにあるという感じですね。はい。まあでも、ちゃんとね、揃ってるのはいいですね。で、テレビがね、このようにございます。こちらも角度はね、特に変わることはありません。まあガラスで、ここ階層が今度6階になるので、こっち側のビューは住宅街ビューなんですね。14階だと頭一つ抜けてるんですけど、6階ぐらいだとね、やっぱり、裏の方の住宅とね、目線が合うかなという感じですね。はい。まあ、ここら辺ね、気になる方は、気になるんじゃないでしょうかね。はい。で、ジュニアスイートということで、もう一つね、一応分けていただくことがね、できるようになってるので、まあ、ジュニアスイートっていう多分名称になってるんだと思います。間仕切りね、閉めていただきますと、はい、こういう感じ。うん。まあ、うちはね、多分使わないと思いますけど、なので間仕切っていただいて、もう一台ね、寝室ができるので、テレビがもう一台あるという感じですね。まあ、こういったね、差があるかなと思います。で、空気清浄機とか、ベッドですね。で、ベッドパネル、はい、このようにコントローラー、電話機、ティッシュ、はい、リモコンであったりとかですね。はい、お願いします。はい。で、こちら側にも、このようにですね。はい。テレビとかね、見ていただくことができるやつですね。で、ワイヤレススピーカーと、まあ、同じように USB-A、USB-A コンセントがございます。反対側もね、同様にございます。で、ここら辺のね、スペースがなんかもったいないですね。頭一つ抜けてたら、椅子とかね、なんかあっても、いいかなっていう感じですよね。ここのスペースがなんかもったいないなっていう感じです。で、こちらからはですね、久屋大通りの方を見ていただくことができるという感じでしょうか。はい。ではね、水回りの方ですが、こちらの扉の奥ね、入っていただくと、水回りの方ですね。はい。お風呂入る。こちらがね、お風呂となっております。まあ、ビューバスではね、ないんですけどね、こんな感じ。はい。で、バスソルトがあります。そして、バスアメニティがね、このようにあって。はい。はい、こんな感じです。パパ、次さ、青と黄色だ。うん、後で使いましょう。で、こちらの方にも、バスアメニティがね、あって、ここら辺に歯ブラシとか、はい、ございます。こんな感じですね。で、タオル。ここら辺はね、まあ大体、こっちにも水があってね。はい。ちょっと待って。で、こちらレプロナイザーの 4D プラスという感じ。まあ、アメニティ類はね、基本的には、変わりはないかなっていう感じですね。で、私のね、お気に入りの、はい、バスローブ。はい、こんな感じですね。で、こちらの奥が、お手洗い。トイレですね。人感センサーでつきます。まあ、こんな感じのね、ウォシュレットという感じです。はい。こんな感じです。まあ、こちらがですね、ジュニアスイートというお部屋になっております。ボトムのお部屋をね、ポイントで宿泊予約させていただいて、スイートナイトアワードを利用してですね、はい。こちらのジュニアスイートの方にアサインいただきました。最後ね、2泊目はこちらのお部屋で過ごさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。
はい、突然ですが諸事情でですね、7階の714号室の方にお部屋のね移動となりました。はい、こんな感じのねお部屋に移動です。ハレ君ね今寝てますけど、まあ、こんな感じのお部屋ですね。プレミアムキングのテラス付きというお部屋になるんでしょうかね。まあ、テラスじゃなくね、こちらなんかデイベッドみたいな、スペースがね、ついてるという感じです。じゃあね、ちょっとここも、詳細ね、見ていきたいなと思います。はい。ということで、まず玄関の方ですね。はい。お部屋の方が7階のですね、エレベーターホール出てすぐの714号室ですね。入っていただいて、まあなんかね、こんなオブジェが迎えてくれるんですけど、右手に姿見のね、鏡がこのようにございます。で、左手に、結構ね、スペース、玄関のスペース大きいんですけど、収納スペース、お、なんかめっちゃ広いな。荷物を置かないとか、めちゃめちゃ広い。はい。こんな感じでございます。で、ティアドのね、ルームウェアがございます。セパレート式です。で、セキュリティボックスね、セーフティボックスがこのようにございます。そして、スリッパだったりとか、ランドリーのバッグですね。はい。ここはなんか、かなり広い気がしますね。で、こちらが、2つ目のクローゼット。はい。こんな感じで荷物置く台があって、アイロン台とアイロン、そしてね、ハンガー類ですね。はい、こんな感じでございます。シューブラシと靴べら。はい。で、入っていただくと、こんな感じで、ドーンとね、キングサイズのベッドがございますが、その手前にですね、はい、ミニバーのコーナーがございます。まあ、お水ね、瓶のやつが2本ありまして、まあ、ここら辺一緒でしょうね。はい。エスプレッソマシンのポーションが1種類ずつ計4個。ございますという感じです。エスプレッソ。これは先ほどのね、お部屋と同じ感じですね。あ、色が違う。白くなってる。はい。はい。で、こんな感じでミニバーのね、はい、冷蔵庫の中身がございます。はい。品揃えはまあ一緒です。で、ティーカップとかね、はい、エスプレッソカップがございます。で、お皿、電気ケトルですね。はい。で、ワインとか、ウイスキーとか、お菓子類。そして、こちらにグラス類がございます。まあ、ここら辺一緒ですね。はい。スピーカーがあって、モニターがあって、USB-A、USB-C の、あとコンセントですね。ございます。はい。まあ、キングサイズ。で、反対サイドも同様に、あ、でもちょっとね、ワイドな付けになってたりとか、微妙に、違ってて面白いですね。はい。ここら辺もね、同様に USB-A と USB-C があって、コンセントが1箇所という感じです。で、電話機と、こちらのね、コントローラー。はい、ございます。という感じです。で、足元ゴミ箱で、ここにね、収納がありますけど、まあ、特には、特にない感じですけど、あ、ここにね、コンセントと LAN ケーブル、そして USB-A が2箇所と USB-C が1箇所という感じですね。ソファにあるのはね、非常にいいじゃないですか。じゃあ先に水回りの方ですね。こちらの方も、こうやってね、間仕切っていただくことができる感じですね。まあ、間仕切る必要はないですけどね。まあ一応、間仕切ってね、脱衣所みたいな感じにしていただくことができるという感じです。で、左手のこちらの扉がまあお手洗いでしょうね。はい。まあこんな感じの。お手洗いという感じになっております。ウォシュレット。はい。まあ、やっぱりね、高級感ありますね。はい。そして、バスローブ、タオル。この足元は空です。で、ゴミ箱があって、ティッシュと拡大鏡。そして、こちらですね、レプロナイザー。まだ使われてない感じでしょうか。ビニールがね、貼ってありますね。はい。で、タオルと、石鹸、マウスウォッシュございます。で、コンセントがね、こちらに2箇所、1つね、拡大鏡で使われてますけど、こちらにも2箇所という感じです。はい。で、ここが、そうか、レプロナイザーでしたね。で、バスローブがあって、バスアメニティと、
はい、まあ、こんな感じでですね、歯ブラシとかございますという感じです。で、ここに体重計とから、あ、椅子がある、ね、こんな感じのおしゃれなね椅子がございます。はい、そう考えると、こっちはね、ソファーはオレンジじゃないですね。黄色ですね。で、あちらのチェアがオレンジという感じで、ちょっと遊び心があっていいですね。で、ビューバスみたいな感じでね、お風呂がございます。バスアメニティ。はい。こんな感じで、レインシャワーとね。で、シャワーはね、一応ね、この4つね、このように切り替えがね、できるという感じになっております。はい。ハード、ミディアム、ノーマル、ソフト。はい。で、バスソルトがあって、ビューバスからは、まあこんな感じのね、景色でございます。こんな感じですかね、実態はね。はい。いいんじゃないですかね。開放的な感じ。で、そこにレイベッドみたいなのがあってね。まあ当然、開けましたけどね、こんな感じでブラインドがね、ございます。奥の方にもブラインドがね、ございます。はい、こんな感じです。まあ、円高もね、高いし、やっぱり部屋によってね、全然違うの面白いですね。で、レイ君寝てますけど、ソファーと、こちら、テレビですね。テレビは、ね、今度はね、ジュニアスイートっていう感じではないので、テレビは1台となってますけど、まあ十分ですね。で、ウェルカムスイーツで、パイナップルとレモンの羊羹ですね。はい。で、ここら辺も、この下なんだろう。この下は、あ、グラスがこんなところにあるんだ。はい。で、照明と、まあ、こんな感じでね、コンセントがございます。で、空気清浄機ですね。はい。これ、ミッキーみたいなマークありますね、これ。なんでしょうね、ここね。はい。いや、今日はね、本当にめちゃめちゃ暑い。プールはね、誰もいない感じですね。はい。こんな感じです。これ、なんかミッキーみたいなマークじゃない？ミッキーだね。ミッキーだね。はい。で、デイベッドみたいなね、感じで、このようにございますと。はい。面白いですね。こんな感じのお部屋にね、急遽変更となりました。いかがでしょうか。本日はね、こちらに一泊させていただくという感じとなりました。いかがでしょうか。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度の方が出ました。ダウンロード下りが 50Mbps、アップロード上りが 46Mbps、Wi-Fi 速度が 170Mbps となってまして、まあ、昨日とね、まあ、ほぼ変わらない。Wi-Fi 速度は若干速くなってるかなと、いったところでございます。はい、ということで、改めまして本日もですね、こちら、ティアドオートグラフコレクションさんの方にですね、2泊目ということで、まあ、スイートナイトアワードを利用させていただいてですね、ジュニアスイートの方にアサインいただいてたんですが、まあ、ちょっとね、諸事情というか、ちょっとしたトラブルでございまして、もう汗だくに、ね、なってしまったので、まあお部屋をね、変更させていただいたという状況でございます。で、ジュニアスイートではないんですけども、プレミアムキングのですね、まあバルコニー付き、まあバルコニーではなく、ここはなんかデイベッドみたいなタイプなんですけど、まあ7階ということで、おそらくバルコニーがね、設置できないので、デイベッドみたいな。まあ、ある意味、まあ、特別なね、お部屋なんじゃないかなというふうに思います。個人的にはね、バルコニーじゃなくてもね、デイベッドでいいのかなっていうふうに気はしてますし、まあ、すぐね、プールも、見ていただくことができるお部屋なので、うまくいけばね、テレビ塔も夜見れるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、いいんじゃないかなと思います。はい。平米数的にはね、多分60平米ちょっとあると思いますので、まあ、正直ね、ジュニアスイートよりは平米数だけで言うと広くはなると、いったところですね。はい。まあ、ただね、先ほどジュニアスイートのお部屋見ていただいたと思うんですけれども、アメニティはね、変わらず、これからね、ちらっとね、覗かせていただくんですけれども、スイートのお部屋見させていただくことになりましたので、そちらの方はね、アメニティがね、ちょっとまた違うと、いったところなので、そちら見ていきたいなというふうに思います。まあ今日2泊目なんでね、もうゆっくり、させていただくのがメインで、まあお部屋ね、せっかくなんでスイート見させていただくということなので、見させていただいて、あとはね、まあのんびり過ごしていこうかなというふうに思ってます。ということで、これからね、早速スイートの、お部屋の方見に行きたいと思います。行ってまいります。はい。それではね、こちら1488号室で、スイートルームのね、お部屋の方ね、ちょっと撮影していきたいなと思います。はい。こちら1488号室、エレベーターホール出てね、すぐのところ。ここの、はい。やっぱ広いですね。
いやー、リビングがこのようにね、ドーンとありまして。いやー、ガラスがめちゃめちゃ大きい、広い、明るいですね。これがスイートルーム。98平米ぐらいあるのかな？はい。こんな感じで、水回りもね、なんか洗面台みたいなのがありますね。お酒の種類もなんか違う気がします。山崎、12年置いてありますね。すごい。ここら辺は？あ、ここはね、お手洗い。はい。ここも広い。こんな感じでございます。すごい。やっぱりね、違いますね。はい。そして、こちらのところが、荷物ね、置いていただく台が、このようにございます。ここもね、間仕切りできるんですね。洗面台が2箇所あって、ビューバスです。いやー、素晴らしい。レインシャワーはここ上ですね。あ、アメニティも違いますね。モルトンブラウンだ。はい。やっぱりスイートとね、ちょっとアメニティが異なるんですね。はい。で、レプロナイザー。あ、4D から 7D プラスにアップグレードしてます。あー、石鹸とかもね、モルトンブラウンに変わってますね。すごい。置いてあります。ここがお手洗い2つ目かな。あー、ここも広いわ。お手洗い2つ目。すごいです。バスローバーがね、こうやって置いてございます。いやー、リビングの感じもね、いいですよね。ここら辺結構細かいですけど、ね、デスクとか、ね、こういったコンセントがあったりとか、やっぱり違いますね。では、主寝室の方にね、向かっていきたいなと思います。はい、主寝室、うわ。いやー、めちゃめちゃいい。そして、何より、テラスね、こんな感じで、はい、久屋大通り沿いのね、ここね、怖いですね。もうこうやって身を乗り出すとね、出れちゃうので怖い。気をつけてください、ここ。私ね、苦手ですね。はい。で、まぁ、こんな感じでね、書斎がございます。素晴らしいデスクとか。で、こちらの方も、はい、コンセント、USB-A が2箇所と USB-C が1箇所、LAN ケーブルもしっかりね、ございます。そして、こんな感じで、この椅子に座ってね、はい、ゆったりしていただくこともできます。いやー、素晴らしいですね。いかがでしょうか。素晴らしい。はい。今ね、お部屋の方に戻ってまいりまして、なんやかんやね、もう18時回りましたので、今日はですね、ホテルじゃなくてですね、まぁ、ちょっと周辺でね、なんか名古屋っぽいのはね、食べたいなというふうに思いますので、レセプションのね、コンシェルジェの方に、なんか、お子様連れでですね、なんかね、名古屋っぽいの食べれるとこないかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います。どんなね、提案がね、来るのかちょっと楽しみですね。ということで、行ってみたいと思います。はい、今日ね、今ね、コンシェルジュサービスの方に来まして、まあ、レイ君とね、まだここのレストランでしか食べてないので、なんか、この周辺で、子連れで、名古屋っぽいの食べれるところをぜひ教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、一番おすすめのところが、はい、特にございます。本当に徒歩2、3分くらいのところにある、むなぎというお店がございます。むなぎですよね。はい、むなぎでございます。さっきむなぎって声だから。むなぎをもじったむなぎでございまして、はい、珍しく白焼きが食べれるお店でございます、うん、はい、はい、そこもポイントなんですけれども、はい、個室でございますので、お子様それでも安心してお召し上がりいただけると。今日日曜日ですけど、ちょっと混んでる。そうですね、人気店ではございますので、ご連絡いただいてから、はい、そうですね、行かれた方がいいかなと思うんですけれども。そうなんですね、ありがとうございます、はい、はい、ということでね、今スタッフさんにご紹介いただいたうなぎ屋さんのね、むなぎに電話したところ、これからね、行けるということなので向かっていきたいと思います。
はい、到着しました。めちゃめちゃ美味しそう。なんだこれ、金粉、金粉のうなぎとかありますね。これ食べる。はい、まあ、こんな感じでね、ちょっと食べてみたいなと思います。レモンだ、やだ。はい、かなりね綺麗な感じのお店です。はい、こんな感じでね、金箔まぶし重とか上質まぶしとかありますので、まあ、ちょっとねレイ君と一緒にシェアして食べれそうなやつをね、選んでいきたいなというふうに思います。美味しそう。いやー、これはめっちゃ絶対美味しいでしょ。はい、とりあえずね漬物と、あとね商品が出るまでわさびをね吸っててくださいということでございました。はい、ということでですね、こんな感じで届きました。上がね白焼きだそうです。うわー、めちゃめちゃ美味しそう、白焼き。はい、でこのねあんをお好みでかけて召し上がってくださいということでした。で下がじゃーん、こんな感じでございます。絶対美味しいですね。でね、肝吸いをオーダーさせていただいております。はい、めちゃめちゃ美味しそう。はい、ではレイ君。濃厚。それ何？うん、一緒、うなぎ。今食べて。はい。どうですか？美味しい。はい、ということでじゃあね、レイ君もめちゃめちゃ美味しいみたいなので、私もね、食べていきたいなと思います。じゃあまずね、何もつけずこのままいただきます。うん。香ばしくてめちゃめちゃうまい。めっちゃうまい。レイ君食べたやつもめっちゃ美味しい。はい、じゃあね、次はノーマルのうなぎです。どっちが好き？どっちも。どっちも好き？すごい。じゃあね、私も普通のうなぎの方ね、いただいてみたいと思います。いただきます。丸を探してください。めっちゃうま。じゃあね、これちょっと食べ進めて戻っていきたいと思います。いや、めちゃめちゃうまい。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。いやー、なんかね、ちょっとコンシェルジュ、地元の方にですね、まあ、地元の方だったのかわかんないですけど、まあ多分地元の方でしょうね。まあお子様連れでですね、サクッとね、並んだりとかしたくなかったんでね、サクッと行って、名古屋飯食べれるところっていうことでリクエストさせていただいてね、むなぎというね、炭焼きひつまぶしうなぎ屋さんのお店ご紹介いただきました。まあちょうどね、面前でですね、まあ予約した方がいいですよっていうことだったんで、伺って面前でお調べしてお電話してね、今からだったら大丈夫ですよっていうことで、徒歩ね、5分ぐらいのところにありましたんで、行ってきてサクッとね、本当に食べることができました。最高です。めちゃめちゃ美味しかったですね。本当にね、炭焼きのあの香ばしさが、皮のところがね、めっちゃ美味しかった。レイ君に白焼きは半分以上食べられましたけどね。でも美味しかった。はい。ということで、まあ皆さんもね、まあそのお店に限らず、まあ地元のね、美味しい料理とか、ちょっとわからないなっていう方は、やっぱりね、そういったコンシェルジュを利用するとかっていうのは、いいかもしれません。もう意外と私初めて使ったかもしれない。はい。ということでね、まあなんやかんや言ってね、今日2泊目でございますが、明日ね、朝食をいただいたらもうチェックアウトという状況ですので、まあ今日はね、夜も、明日の朝もですね、またレイ君と、お風呂入って、まあゆっくりね、過ごしていきたいなというふうに思います。またね、今晩、今もう19時45分、ちょうどね、動画公開させていただいてます。初日のね、様子、こちらにリンク出しておきますので、よかったらそちらもご参照いただければなというふうに思います。そして、またね、証拠りもなく、22時半からはですね、2泊目ということで、こちらのね、ライブの配信もさせていただきたいと思ってます。そちらのアーカイブにつきましても、上の方に、こちらね、リンク出しておきますので、よかったらね、ご参照いただければ嬉しいです。ということで、ゆっくりさせていただいてですね、また明日の朝、朝食挑んでいきたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。いやー、ぐっすりね、今日も眠ることができました。もうね、レイ君がめちゃめちゃ6時半にね、早く起きたので、お風呂は今入ってますけどね、一緒にこれから出てですね、朝食2日目ですね、食べに行きたいと思います。楽しみです。行ってまいります。はい、今日はね、結構落ち着いてすぐ入れる感じですね。はい、ということで、本日はですね、こちらのね、ズワイガニの、こちらのシャンパオランデーズのエッグベネディクトにしようかなと思います。それ以外もね、頼めるのかな。
まあ、オムレツとかもね頼めるのでちょっと聞いてみようかなと思います。はい、ということでね、本日こんな感じで、サラダだったりとか、まあ、パンとかね、またソーセージとか、そしてオレンジのジュースと、今日はね、ズワイガニのやつね、しました。美味しそう。昨日ね、これなかったね。はい、締めのやつ。シェフの、ご挨拶です、これがね。はい、ということで、いただいていきたいと思います。やっぱ映えますね、美味しそう。はい、ではね、こちらのズワイガニのやつね、ちょっといただいていきたいなと思います。これ割ったら、卵がパンとなるんでしょうかね。お、出てきた。あ、中ね、下のやつはカリカリしてますね。はい、ちょっとね、切っていただいていきたいと思います。はい、じゃあね、いただいていきたいと思います。結構ね、ズワイガニの身とカニ味噌までね、ある感じですね。めっちゃ美味しそう。あ、めっちゃうまい。カニ、めっちゃカニ。これはうまい。そうなんかね、今日はサラダとか、皆さん昨日ね、美味しいって言ってます。うん、トウモロコシドレッシングかけてね、美味しい感じです。はい、今日もね、レイ君の方は、トトロのね、このキッズプレートでございます。これはね、非常に便利、一人に行かなくて助かる。うん、めちゃめちゃうまい。とりあえずね、これいただいてお部屋の方にね、戻っていきたいと思います。今朝はね、すごく落ち着いていい感じです。はい、ごちそうさまでした。今日もね、めちゃめちゃご飯美味しかったです。昨日よりですね、非常に落ち着いててですね、本当にね、ゆったり、食事をね、取ることができました。まあ、メニュー自体はね、大きく変化はありません。ただ今日の方が落ち着いてね、ゆっくりいただけたという感じです。で、本日ね、まだ一回も外出てないんですけど、今ね、10時なんですけど、もうね、31度。めちゃめちゃ暑い。梅雨明けたのかなっていう感じですね。なので、まあちょっとね、レートチェックアウトの時間もまだ今何時までね、いていいのかもまだわからないような状況なんですけど、いつね、レッドカードいただいても出れる状態にしておいてですね、ちょっとそれまでゆっくり過ごしていきたいなというふうに思います。で、総じてですね、このね、7月1日、ティアドオートグラフコレクションさん開業されて、2泊お部屋をね、いろいろ見させていただいて、まあ、滞在させていただきましたけれども、まあ、非常にね、落ち着きのあるね、丁寧なご対応いただける、やっぱりホテルでですね、すべてね、アメニティもそうですし、まあ、お料理なんかもそうですし、まあ、ちょっとしたね、ジムの手前にあるラウンジ的なところ、クラブラウンジではありませんから、カクテルタイムとかそういうものはありませんけど、栄養ドリンクとか、サバスとか、ね、ポカリセットとか、あとフルーツがね、置いてあるエリアがあったりするんですけど、そこもね、置いてあるやっぱりフルーツとかもめちゃめちゃね、質が良くてですね、まあやっぱりね、それなりのね、優勝であれば費用をね、やっぱりお支払いさせていただくホテルとなりますから、まあやっぱりそれなりのものがね、やっぱり置いてあるなというふうに思います。ライブ配信の方でね、いろいろまあお話はさせていただいてます。お子様連れだったらどうなのかという点もね、含めて、まあ前回のね、動画などのお話しさせていただいてますんで、まあそちらの方ね、ぜひ参考にしていただければと思います。上の方にね、リンク出しておきますので、よかったらそちらもご参照いただければなというふうに思います。まあこちらのホテルにつきましてはですね、まあまたね、3万ポイント台とかで宿泊が今できる期間、2月ぐらいまで予約を取れるみたいなので、どっかでね、また1泊、2泊させていただいて、まあ今度はね、もうホテルで中心に過ごすというよりは、まあちょっとね、行けてない動物園だったりとか、レゴランドとか、レイ君に連れて、まあこちらに戻ってくるような感じでね、ゆっくり滞在できればなというふうに思います。ぜひ皆様も、ご検討の上ですね、一度体験してみていただくのはいいかなというふうに思います。
で、個人的なおすすめとしてはやっぱりポイントがね、お得に、ポイント宿泊ができる期間にやっぱり泊まっておくのが、まあ非常にいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひご検討の上お試しいただければと思います。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひ高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、またね、ぜひ応援するつもりでもですね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。